半間先生のね、住宅設計ですね、ここに建てる家をね考えてるんですけど、屋上は駐車場にして、ね、上がねここ道路なんですよ。で上に車が運転車が入るやつね。でパルコンっていうと鉄筋コンクリートなんで、壺1平方メートルか、160万するね、最高級1坪160万ですね。でここのとこ調整するのに1000万ぐらいかかるですよね。そことね全体で1000万ぐらい、1000万でやってもらいたい。ここ塀、ここ塀を作るのね、ここの塀ね、でここはね、ちょっと出口作ってきたりとかね、ここも塀作って、塀作って、塀作って、ここのとこだな、ここのとこちょっと山に向けて下に降りられるようにね、道があるんですよ。これどうかね、ことをするとかね、これもちょっとこうやってちょっとこうとかね、ここは下がって、お牛さんだけ平気だと思うんだよね。ここのとこはね、逆進すんのかな、こうやっちゃうんだ、ちっちゃうな、こういうふうにして少し物入れが必要なんだよね。ここはね、前にしとく、見舞いにしといて倉庫か。これ3.5です。これ何ですかね。これどこだ。ちょっと白くしておく、これ
しようとしていて、こんなに狭くしちゃって、ちょっとこういうしてごめん。60円にしておいて、うちの店でね、ここ5畳と6畳こうだね。これ倉庫にするかの形しとくといいね。通常こう物入れにしとくのかな、これね。60にしといて、これで結構やっていて、こうやると70になるね。これ客船だね。ここに引きしね、といて、こうやっていって。
こうやってかな。ここの玄関のところね、こっち倉庫にしちゃう。ここは倉庫にしちゃうんですね。ちょっとね、FX やってるんでね、今ね。ちょっと FX が利益上がってきたね。ね、FX。それで、これマネーですけどね、大体1億円ぐらいですね、予算はね。5000万から1億ですね。これ、全部で。ここは大変なんですよ。ここのところの、崩れてきてるんで、ここ、高台になってる、ここのところの、最初これね、こういう感じだね。それで、こうこう、こうやってなんかね。こう物入れで。ね。あと、二人だからね。
どうしようか、これがどうかだね。で、冷蔵庫。洗濯機は2台必要で、あと冷凍庫、冷凍庫はね、こっちに置いとこうと思うね。冷蔵庫ここにも置いておかないとね。こういうとこないとね。これ50にしといて、トイレと客室とかね、危ないよ。
これ広くさ、無理しないで伸ばしちゃってなんかね、こう広くしちゃおう。ね。でこれこう。ホテルね。ホテル。これってこの通りやだな。これをこっちの方にしてね。これつけて。トルコはね。こんな具合でどうかな、よかったね。これはさ、回ってた。これこうやったらどうなの？これ60ですね。
そうそうか。ここはどうして。ここを守ってんですかね。ね、ここら辺こう靴とかいろいろ置くと思うんですけど、ね、ちょっと靴を置いてちょっとこんな感じで置いておくんだろうね。これダブルかな。こんな感じがいいかな。この関係でこうじゃないかな。
はそんな入ってないんじゃないかな。それでね、ちょっとサクサク。これをさ、何でしょう、さあ、ね、これシャワー、シャワーにしよう、シャワーね。これシャワーですね、シャワーね。これ浴槽。
で、ここトイレ。これやっぱ逆の方がいいかな。トイレこっちでしょ。サワーと浴室とかね、このサワーとか、なんか素敵。これさ、浴室とこれトイレ外しちゃって浴室とこうやってたね。ここもないですか。ここもないですかね。これさ、
浴室とこうやってちっちゃいのでね、シャワーだね。これはシャワーにしとかなこれね。これシャワーだね。これにシャワーをつけて、これにシャワーだな、これさ、こっちにして、なんかこっちにして、これを草をくれたかな、この方がいいでしょ、
こんな感じかな。こんな感じかな。
て、シャワーね、そういう感じがいいんじゃないかな。ちょっとこう大丈夫かな。こっちもね。
これだといくらになるかというとね、3613プルごとの電池4000万だね。これだけで4000万かかるね。土台でして5000万か。これで5000万か。このぴったしと感覚ぴったしと感じが大事だから、こうしよう。
こを向いておく、これを向いておく、これをさ、ちょっと外して、これ、こう、このアイテムが変わってこうやっておいて、これをここに置かないといけない。これはね、そこは面倒なの。
運んだのばっかり。まあ、感じるんじゃないか。これね、ワインなんかの収納置くんですよね。あ、ちょっと待って。仕事。ごめん、仕事だけど。こう、こうやってきてね。OK。これもやったんですね。こんなの入ってんだ。こっちで、そうです。ここはね、私はいっぱい使うとこなんで、ここ閉められてもお客さんがここでね、入浴とシャワー浴びられるのでね。ここは通常的に、ね、人が来た時は便所はこっち、シャワー客室ね、そういうことにしようと、これとかこのぐらいでいいでしょうからね。
彼女もあれかな、彼女がね、和室は欲しいって言ったのはちゃんと、あとバプジーね、これだったらいいんじゃないかな。先生何回やってたんですか。これが大体ぴったしだ。これで5000万か。で、乗りますよね。ちょっとわかんないけど、これちょっとこう、設計中。